仕事と愛、スーパーエリートの条件、大川隆法。第7章、時間を生かす。1、密度の濃い時間を生きる。本章では、私たちの生活単位である時間の生かし方を考えてみましょう。人間には幸不幸があると言われていますが、それはある事件の顛末だけではなく、その人が生きた時間がどのようなもので彩られているかにもよると言えるでしょう。すなわち、人生を見るに際して、事件を中心に見ていくやり方と、時間を中心に見ていくやり方の2つがあるのです。人生の総合点を上げるためには、時間あたりの平均打率を上げていくことが限りなく大切だと考えられます。そこで時間というものを深く考えてみたいと思います。まず、ごく当たり前の常識ですが、一日は24時間から出来上がっています。この事実は何人もねじ曲げることができません。それほど貴重かつ厳正な決まりなのです。いかなる政治家も、いかなる国王も、いかなる哲学者も、この24時間を1分たりとも伸ばすこともできなければ、縮めることもできませんでした。たとえ相対性理論を編み出した人であっても、時間を伸ばすことも縮めることもできなかったのです。私がこの文章を綴っている間にも、時計の秒針は1秒1秒先へ進んでいきます。過ぎ去ったこの1秒1秒は、まるで私の指の間をすり抜けていく砂のごとくこぼれ落ち、もはや帰ってこないもののように思えます。この24時間は1秒1秒の集積であり、1分1分の集積であるという事実から、私たちは逃れることができません。いかなる文明の産物も、いかなる人間的栄誉も、時間の中で行われているのであり、この時間を無視しては、そうした素晴らしい行為は成し得なかったのだ、と言っても良いでしょう。大きな海原には波があります。その波はひっきりなしに、岸に押し寄せては引いていきます。波が波である理由は、押しては引き、押しては引きしながら、一向にそれ以上のことをしようとはしないところにあるでしょう。しかしながら、押し寄せてくる時間の単位の中で、人間は確実に何かをしています。押しむらくは、こうした時間を、まさしく湯水のごとく使ってしまい、自らの人生に資するもの、自らの人生を押し進めるものに対して、何らの注意も払わない人たちがいることです。読者の多くに、私は今、訴えかけておきたいのです。皆さんはもう一度この時間の認識から始めていただきたいと。時間は貴重なものです。そして誰もあなたから奪うことができないものなのです。あなたがたとえどのような拷問に遭おうとも、どのような状況に置かれようとも、一日の24時間はあなたに与えられた黄金の時間であり、永遠のダイヤモンドであって、この値打ちをあなたから奪うことは誰にもできないのです。これが仏があなたに与えている最大の慈悲でもあると言えましょう。イエス・キリストにしても、その他の偉大な人たちにしても、この24時間を使って、その人生を生きたのです。イエスの晩年を飾る
あの3年という時間、36ヶ月という時間は、他のいかなる人の36ヶ月よりも密度の濃いものであったでしょう。同じ時間を生きるにあたっても、そうした密度の濃い時間を生きることができるのです。皆さんは自分に与えられた時間をどれだけ密度の濃いものとし、どれだけ中身のあるものとするかということに心を砕かなければならないのです。2. 無駄な時間は仕事と勉強の中にある。時間を生かすにあたり、私が自らの体験を通して得得したことを皆さんに述べてみましょう。皆さんが要している時間はどのようなもので成り立っているでしょうか。まずこれを考えてみていただきたいのです。自らの時間をどのようなもので浪費しているでしょうか。皆さんは砂時計を思い出すことができるでしょう。砂時計の砂はくびれた胴体部分を通ってさらさらと下に流れ落ちますが、その時間を作っている一秒一秒はまさしく純金です。金の砂です。その金の砂がこぼれ落ちているわけですが、それを皆さんは一体どのようなことに浪費しているでしょうか。もし一日のうち一秒たりとも浪費したことがないという人がいるならば、その人は本当に素晴らしい偉人であると私は申し上げましょう。そうでない場合には、その人は大嘘つきか、あるいは自分のことを何も考えることができない人間ではないかと思います。いずれにしても、時間を生かすにあたっては、時間を浪費しないというところに出発点があるのです。時間を砂金のごとき重要なものだと思って、自分の指の間からいたずらにこぼれ落ちるのを防ぐことが大事です。あるいはその砂金の粒の一つ一つを本当に素晴らしい金色に光らせていくことが大事なのです。さて、一日を振り返ったとき、一番無駄に使われているのは何の時間だと思いますか？睡眠という人もいるでしょう。食事という人もいるでしょう。入浴という人もいるでしょう。しかしながら、私があえて皆さんに申し上げるならば、食事や睡眠などの生活必要時間は無駄なように見えて、意外にそうではないものなのです。それは生理的な欲求であり、それを無視しては必ず手厳しい報復が待ち構えているからです。皆さんが無駄に使っているのは、むしろ皆さんの仕事の時間、あるいは勉強の時間だと思います。これが数十年にわたって考え続けてきた私の結論です。人が時間を一番無駄に使うのは、無益なことにおいてではなく、自分が有益だと信じていることにおいてです。価値あること、値打ちあることをしていると自分では思っていることの中に、一番の無駄があると思います。これは非常に逆説的に聞こえることでしょう。しかし、人生の大部分を過ぎて、人生の黄昏時を迎えている人たちには、私の言葉がどれほど真実に満ちているかお分かりのことと思います。皆さんが自分の人生を後悔するのは何のせいでしょうか。多くの睡眠時間を伴ったからでしょうか。長々とした食事時間を伴ったからでしょうか。余暇にテニスをしたり、ゴルフをしたり、
水泳をしたりしたからでしょうか。そうではないでしょう。皆さんの後悔の主たるものは、皆さんの人生の大部分を貫いている仕事にあるのではないでしょうか。あるいは皆さんが数十年にわたって学んできた勉強そのものの中にあるのではないでしょうか。仕事の中に、あるいは勉強の中に実りが少なかったということ、そこに一番多くの後悔があるのではないでしょうか。3、パレートの法則と時間。世の中に広く受け入れられている法則として、パレートの法則というものがあります。別名を8割2割の法則とも言います。これは物事は8対2に分割することができるというものです。例えば、ある会社で100万円の利益が上がっているとするならば、その100万円のうちの 80%、すなわち80万円までは、社員のうちの 20% の人が上げている。100億円の売上高があったならば、そのうちの80億円までは、社員のうちの2割が上げているという考え方です。この考え方はいろいろなところで使われます。例えば、あなたが1日のうち8時間を仕事に使っているとするならば、あなたの仕事に良い結果、素晴らしい果実をもたらした時間は、その8時間のうちほんの一部なのです。あるいは、1日の仕事時間を10時間としたならば、10時間のうちの2時間と考えても良いでしょう。それがあなたに一番大きな手柄を立てさせる時間なのです。1日の仕事時間のうちの2割の部分が、その日のあなたの仕事の成功を決めているのです。そして残りの8割の部分は、そう大きな役割を果たしていません。そのようになっています。このパレートの法則をどのように使うかというと、仕事でも人間の集団でも何でもそうですが、物事が成り立っているときには、その中で一番重要なのは 20% だと考えるのです。それはこの 20% を制する者にとっては、全体の 80% を制することができるということを意味します。会社での人事管理でもそうです。会社全体の人を掌握しようとするのは難しいかもしれません。しかし、その中の重要な人たちを 20% 抑えれば、会社の人事の 80% を抑えることができます。キーになる人を 20% 掌握することによって、全体の大部分を掌握することができるのです。そうしたものなのです。また、商売が成功するかどうかについては、様々な予想をして分析しますが、将来成功するかどうかを決めるファクター、要素の中で、一番重要なのは、その中の 20% です。その中の2割が決め手になるのです。これを強弱の原則、あるいはアクセントの原則と言っても良いでしょう。漫然と仕事をしたり、漫然と物事を分析したりするのではなく、その中に含まれている重要な2割の部分をつかみ出すことができれば、非常に大きな集中力と達成力、実現力を身につけることができます。そして成功していくのです。人生に失敗するのは、多くの場合、その人が
持っている完全主義が原因となっています。完全主義の欠点は常に 100% を狙って結局ゼロを得てしまうことが多い点にあります。全打席でホームランを狙い全打席で三振になってしまうことがよくあるのです。自分に今必要なことは何かを考えた場合、プロ野球の4番バッターのように常にホームランを期待されている人でなければ、大抵の人にとってはヒットを打つことが大事なはずです。そうであれば、ヒットを打つことだけに集中していけばよいのです。ホームランではなく、ヒットを打つことに意識を集中すれば、そうした 20% の努力によって 80% に当たる成果を上げることがおそらくできるようになるでしょう。すなわち外野スタンドにまでボールを運ぼうとするのではなく、ジャストミートを心がけるということが大事です。それだけの努力で信じられない奇跡のような効果が現れ、数多くのヒットを打つことができるようになるのです。4. 勝敗は2割にある。プロ野球には優秀なピッチャーが数多くいます。彼らは球も速く、球種も数多く持っています。しかし、あるピッチャーはよく勝ち、あるピッチャーはよく負けます。そして、毎年15勝や20勝を挙げる人もいれば、毎年負け越す人もいます。ところで、よくよく分析してみると、勝利投手になる人は、他の人より球がかなり速いかといえば、そうではありません。また、他の人より球の種類がかなり多いかというと、そうでもありません。では、どこが違うのでしょうか。ピッチャーの投球をパレートの法則に当てはめてみると、例えば、1試合で100球投げるとして、勝利投手になるか、敗戦投手になるかということは、この100球のうちの20球が制していることになります。この20球の部分が大きなポイントを握っているのです。1試合は9イニング、括弧回ですから、20球だと各回2球強ということです。すなわち、その投手を勝利投手にするか、敗戦投手にするかということを決める球は、一つのイニングにおいて2球です。勝負になるこの2球で失敗した場合に、敗戦投手となり、成功した時に勝利投手となります。ここぞという勝負球、勝負球において、失敗するか成功するかが決め手なのです。大抵は1イニングに4人か5人の打者が回ってくるでしょう。この中で危険な相手は大抵2人ぐらいです。この2人に対する勝負球の各1球、これが勝敗を分けるのです。その1球を相手が待っているコースに投げ込んだ場合には打たれてしまいます。ところが、それを相手が待っていないコースに投げ込む投手が、結局は勝利投手となっていくのです。したがって、本当に優秀な投手は、100球すべてを全力で投げる投手ではなく、100球の中の20球、すなわち各イニングにおける2球、ここぞという2球に全力をかける投手のことなのです。この2球、全イニングにおける20球に成功した人は、その 80% において勝利することができるわけです。以上の話で、皆さんは私の言わんとすることが大体
分かってきたのではないかと思います。男性の多くは人生のうちの30年あるいは40年を一つの会社で過ごしています。その結果成功する人もいれば成功しない人もいます。重役や社長にまで出世する人もいればそこまで出世しない人もいます。それはまさしく一日一日の積み重ねの結果です。しかし一日一日と言いながら一日の仕事時間のうちで本当に大切なのはその中の 20% なのです。この 20% の中においてヒットを打つことに心がけていた人は必ず立身出世することになっているのです。大抵の人はこの法則に気づかずに一日をだらだらと過ごしていきます。8時間10時間を毎日毎日の繰り返しで過ごしていきます。そして一生を通してみると課長止まりであったり部長止まりであったりあるいは役員になったりという結果がありそれは全体の集積の結果だと思っています。そうではないのです。時間の使い方を仕事に照らし合わせてみるならばこれは全く違っています。その日一日のうちの2時間なら2時間を必ず成果を上げるために使うことです。一日のうち朝の9時から夜の7時まで働いているとするならば勤務時間は10時間です。この10時間の中で自分を勝利させるための時間は2時間だということを考えるのです。そしてその2時間を一日のうちのどこに設定するか考えるのです。その2時間に最も効率の良い最も収穫の多い仕事をすることです。そうすれば後の8時間においてはまあまあ平均のことをしていれば良いのです。大きなミスをしないようにしていれば良いのです。全力を集中してこの2割の時間2時間を成功させることです。営業の仕事であれば全力投球をして仕事を決めるのは1日のうち2時間と考えることです。それ以外の仕事であってもそうです。とにかく1日のうちでまず何か大きな収穫を上げることに全力を投入するのです。それは1日のうちに一番効率の良い仕事をする時間帯を作るということです。その時間を守るためには他のものが多少犠牲になっても構いません。この2時間を確保することができればその日のうちの8割の成功は達成できたことになるのです。5、集中的に効果を生み出す。皆さんは大川隆法という人間は毎日毎日文章を書いているのではないかと思うかもしれませんが事実はそうではありません。私が書物の制作に費やす時間は1ヶ月のうちのごく一部の時間です。しかしこの時間は大変緊張度の高い時間です。この機会を作り出すために私は下準備をしています。数多くの勉強をしています。そして体調も整えています。考えもまとめています。心に執着はありません。全く最高の状態において原稿を作っています。しかしその後はマラソンで5、6キロ走った場合のように疲れ切ってしまうことも事実であると正直に告白しておきましょう。最良の日の最良の時間帯に情熱を注ぎ込み
全く凝縮された思考によって、私は一気に書物を作っています。その時間を持つために、残りの時間があるのです。そして、準備のために大量の本を読んで、参考にしたりしています。もちろん、反省や瞑想のための時間が大量に必要なことは言うまでもありません。私自身にとっても、8割2割の原則は当たっています。私の人生の時間のうち、毎月の時間のうち、1日の時間のうちの 80% を制するために、私は 20% のところに最高度の情熱を注ぎ込み、最高の能率を上げるようにしています。これがやはり勝利する鍵だと思っています。したがって毎日デスクワークをしている人も、どうかダラダラとやればよいと考えないでいただきたいのです。一日のうちに効率的な時間を2時間取ることです。高級霊が自分に乗り移って自動書記でもしながら、あるいは自分の口を使いながら仕事でもしているかのごとく、インスピレーションが湧く充実した時間を取ることです。あるいはこれをもっと大きく広げるならば、10日のうち2日は非常に良い仕事をするという考えでも良いかもしれません。とにかく時間の使い方においてはアクセントを設け、集中的に効率的な結果を出していくことが大事なのです。勉強もそうです。毎日10時間以上ダラダラと勉強しても大きな力はつきません。10時間の勉強の中で一番効率的なのはそのうちの2時間です。一番効率的なこの2時間をあなたの体調の一番良い時に取るべきです。一番体調の良い時に一番必要な勉強をすることです。また本を読む際にも8割2割の原則は働いています。私の著書は数多く出ているのでとても読み切れない、消化できないと悩んでいる人もいます。そうした人たちにも言いたいのです。一冊の本の中で本当に重要なことはその中の2割です。200ページの本をそっくり暗記しようと思ってはなりません。その中で本当に重要なことは40ページ分しかありません。この40ページ分をどうやって選び出すか、つかみ出すかということが大事なのです。そしてこの40ページ分を精読すればよいのです。あとのところについては、目を通し読んだ記憶があるという程度で良いのです。残りの2割の中に、珠玉の言葉、H があります。その部分をつかみ出すことです。本章の文章は、原稿用紙に直せば、おそらく20枚余りになるでしょう。この20枚のうち、本当のエッセンスとなるのは、やはり2割です。原稿用紙4枚程度が本当のエッセンスなのです。原稿用紙4枚分をこの文章の中から抜き出すことです。そしてそれを覚えてしまうことです。マスターしてしまうことです。こうすることによってあなたの実力はますますついてくるのです。人生において一番無駄な時間は、仕事の時間、勉強の時間の中にある。この中にこそ、一番集中的に効果を生み出していくことが大事である、ということをどうか学んでいただきたいと思います。